フェイドとか、これが、まあ、一番オーソドックス、まあ、理論上最強でなんですけど、どうですか見た感じ。まあ俺は1個しかないな。でなんかちょっとあれ見させてもらったんですけど、なんか自分のできるやつみたいなやつで、スモークどうすか。あ、私がやります。早い優等生いる。誰もやりたがらないから。そう、メンバー見た時に、あ、これ私イニシじゃねえって思って、あの覚えてきました。オーメン即ピマ、なんかあのジャスさんの配信見たら奈良香さん目できるし、みたいな感じだったから、うん、あ、はい、見られてる。すいません、私大丈夫です、僕大丈夫です、何でも。いや、ありがとうございます。もうありがとうございます。もう何でも教えます。はい、お願いします。任せてください。でフラクチャーがあるんですよね今回。うん、苦手だな。まあこれか。でもネオンってどうですか、ジャスパーさん。青いのいるな。青いのいるな。え、初めて見ました、もしかしてその反応。顔えぐかったの、俺青いの出た時の。一応だけど。切り抜けポイントだ。いて、俺もネオンとレイズどっちでもいいです。いやー、まあブリーチは一旦まずいですね。1番手2番手が終わっとる。プールが。二番手ちょっとあのプールが結構視野が狭めかもしれないな。1、2番手。ちょ、だいたいチェンバーとか使ってたから。あー、なるほど。チェンバー3人いるんか、うち。マジっすか。じゃんけんでいける、チェンバー。誰が一番マジでックするかで、チェンバー取り合ってもいいっすよ、全然。俺やるっすわ。頑張れ、アリピ。いっぱい練習しよう。まあ、全然ダメだった時のやつも考えて。みんなで練習しよう。はい。病み上がりなのに。一歩リーダー。最悪、アリピ、僕変わってくれたら、私がブリッジやる。最悪、本当に最悪。僕やる方がもっとまずいかもな。そうだよね。ブリーチ頑張ろうね。ブリーチ頑張ろうかな。頑張ろうね。でこれは本当にちょっともうジェットジャスパーさん。いいですか。はい、やります。全部やります。にっこりジェット、全部やります。でこの2つどうしますかっていうところなんですけど、え、アリサカさん、俺はもうジェットで決まっちゃったから。俺実はあの政治のあの A の設置の壁とか覚えてるんですよ。俺もやね、それ。ああ、それ私も。まあ、実は私もどっちも。え、俺結構切り札やと思って言わしてるけど、常識か。ナチョさんどんな、はい、どんな感じ？まあ一応前回もしやるかもちょっと政治やってはいたんですけど。立ち上がれアリちゃん。男を見せろ。じゃあ俺そうはやるっすか。本当かよ。ありがとうございます。じゃあ俺、ありがとうございます。いや、一回物は試しじゃない。そうっすね、そうっすね、試す時間あるんでね。そうっすよね、研究しなかった。そう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 、そうなんだよね。意外とね、そうっすよね。 B の空爆できてたけど、マップ変わったんだっけ、このマップ。じゃあただの相場かもしれない。アリピさんえぐいな。ごめんアリちゃん、パールなんすけど。アリちゃんごめんよ。ありがとうございます。パールはちょっと